また、お足元の悪い中、 JFA 夢フィールドポット前植え付けイベントにご参加いただきまして誠にありがとうございます。私たち日本サッカー協会のスローガンは夢があるから強くなるです。そしてワールドカップで優勝したい、女子はすでに優勝してますけど、また優勝したい、そういう夢を持っています。そしてそのためには選手の育成や指導者の養成やレフリーの育成が必要となってきます。そして今日のイベントは、今皆さんが立っていらっしゃるこの芝生、これと同じものを皆さんの手で私たちと一緒になって植え付け育てたいというふうに思います。まさに日本サッカーをしっかりと育てることと同じだと思います。昨年の10月でございますか、起工式が行われ、順調にですね、工事が進んでまいりました。それは JFA 並びに関係者、そして地元の皆さんのご理解、ご協力の賜物と心からの敬意を表します。こうして夢フィールドが多くの皆さん方と一緒になって愛される空間としてスタートしていくことを、私自身も非常に楽しみにワクワクしているところであります。最初はですね、こんな感じです。これをただこの中に入れて、これが成長してこうなります。でこれを植え付けて約10週間で1枚もあります。でここを掘って、ここを掘っていっていただけますか。そうですね、入れて、でかけて、足で強く踏む、で平らにして、それで結構、はい、どうも非常に素晴らしいです、はい、どんどん次行きましょう。ちょっとどんどん穴掘っていこう。埋めるんじゃなくて穴掘って。ここにポン。そう、できたできた。非常に よくやってもらって、はい、非電化も始めるみんな素晴らしかったですね。はい、コツはですね、深く掘って根を下に入れて、それで砂を上からかぶせて、でよく踏んで平らにすること。もうただこれだけです。で上に葉っぱが見えてなくてもすぐに葉っぱ上に出てきます。全然大丈夫です。雨はですね、芝生にとって水が非常に大切なので、はい、我々にとってはちょっと辛いんですけど、芝生にとっては最高に幸せだと思います。今7月、これで8月のお盆過ぎればほぼほぼ横に見た面にはこう青くなって、ただ真上から見るとまだ少し隙間が埋まってない状態。それで約10週間なので8月の終わりぐらいにはほぼほぼ全部埋まって、さらにプラス9月の終わり、10月の10日ぐらいにはサッカーができるぐらいの状態にはなります。楽しそうにやってもらって嬉しいです。植え付けのコツは芝生の気持ちになることです。こうやって皆さんと、今日名植えができて非常に貴重な体験でしたし、こうやって自分がプレーするフィールドを自分が作り始めるっていうことができてすごく嬉しいです。子供でもできることだったので、僕でもできましたし、子供たちとこうやって触れ合う機会もなかなかないので、そういう機会も作っていただいてよかったなと思います。一番何ですか、ポット内の植え付けの向き合うということですね。はい、芝の声を聞く、芝の声を聞くで、大きくなれよって愛情を注ぐですかね。そうですね、そんな感じですね。力の加減に気をつけなきゃいけない。もうあと向こうまで半分いったぐらい。私も現役の時やってた時に、素晴らしい芝でたくさんの練習だったり試合をして、いろんな方々が協力してくださってこういう素晴らしいところができたことを、改めて、知って本当に感謝と、これからたくさんの未来ある子どもたちにいっぱい、このような素晴らしいところで練習試合をしてほしいなと思いました。とても楽しかったです。普段あまりこう土を触る機会がなかったんですけれど、意外にもというか止まらなくて、やめてくださいって言われなかった、ずっとやってたので、なんかすごく楽しかったです。コツはやっぱちぎりですね。ちぎりですよ。ちぎるのが大変だよね。ちぎるの大変ね。
でもこれがスポッと抜けた時は気持ちいい。あのね、ここのしっかりと取ること、目を含めてちゃんと取って、でもなんかね、普段無心でやることがない、なんかいつもいろんな会議とかもいろんなこと考えるけど、こういう無心でやる作業って大事だね。雨だから。これ疲れるね。私は美味しい昼ご飯食べれるよ。めっちゃ笑ってる。ママ美味しいの連れてってあげてください。やっぱりオフで帰ってきて都内近辺でトレーニングをしっかりできる、集中してできる環境っていうのがなかなか見つけることが難しかったので、まあ、ここができればトレーニングだけじゃなくて、ジムでのエクササイズだったりリカバリーに関しても、全部ここで、やることができるというのは、まあ、僕ら選手にとっては非常に大きいなと思います。そして、まあ、このフィールドでこの環境で、まあ、もちろん中の施設をもっともっとこれから詰めてくると思うんですけど、まあ、そこで最先端の技術を使って、少しでも日本代表が、トップに近づけるように、世界のトップに近づけるようなトレーニング施設になればいいなと思います。1回やってで、そこからまたやってます。やはりここのピッチは全てのサッカー選手がプレーしたいと思えるピッチになってほしいと思っていますし、またここでの汗や、涙もあるかもしれないですけど、そういったものが世界につながる場所になっていってくれたらいいなというふうに思います。どうですか皆さん、大丈夫ですか？それでは参ります。